felt like this is a we are happy team because it's a we have an old players. Not only Tetsu is old, but it's a, we have an old players and old system and everything is old. And then it's a, we have changed many players, only three players is Jonas Alame is a new Finnish guy and then it's a Jonas Hur is a new Finnish defense and of course it's a soon Sakata is a new D. And then it's, I think like this is a good combination. It's a, we can play it's a old team. Last year we have a we do it, this is a slogan. And now it's a Icebox slogan is every time it's a hard work every day. And now what I say is this team is old. And then we think it's now it's a good chance to lead the moment. And we want this if we do something, we do right now, not tomorrow. We have to do today. And then we think it's this is a good slogan this is. 今年2年目ということで、最初のシステムのベース作りはいい形で、今シーズン目に終わることができたんですけども、まあ、今年、まあ、新たにまたシステムを変更したりとか、まあ、最初の段階でやってますけども、まあ、これから流動的にゲーム重ねていくごとに、また新しいシステムとかを取り組んでいく予定であります。まあ、昨シーズン以上に、好成績が上げるように、我々のサポートとして、行きたいなと思います。また逆にですね、まあ、去年は一生懸命システムに、取り組んでいたのが、まあ、少しちょっと慣れてきて落とし穴というかあると思うので、まあ、そこをしっかりシーズン通してしっかり取り組んでいければなと思います。2年目ということで新たに気を引き締めて臨んでいきたいなと思いますし、昨年以上の成績を残すことが最低目標だと思ってます。そのためにチーム一つになって開幕迎えられたらいいなと思ってます。チームも20周年ということで、まあ、昔バックスが立ち上がった時のことを考えられて、ここまで来れたのも本当に皆様のおかげですし、そのためにもチーム一つになって戦って優勝という形で恩返ししたいと本当に心から思っているので、応援よろしくお願いします。年を重ねるにつれて戦えるチームになってきていると思うので、まあ、選手がやりやすいような環境を作れるように、仕事を全うしたいと思います。今シーズン、ヒロトが怪我してしまって、アシスタントキャプテン代行という形で、アシスタントになったんですけど、まあ、僕のやれることは変わらないので、まあ、チームを行動で引っ張っていって、チームにいい流れを持ってくれればなと思っています。今シーズン20周年という記念の年にアイスバックスに入れたことを取り思いますし、同時に責任を感じます。昔からついている伝統をしっかり守りつつも進化していきたいと思っています。 Hi for everyone. I'm really excited to be here. This is my first time in Japan, so I try to keep this team every day for myself and help those guys on ice andHope we can win something big this year. This season, I think the guys know really good what we try, and then they can be a little bit more relaxed and play what is good for you. And then I think this helps so much. We have a same system. We can change so big if I say. アジアリーグの中ではすごい通用するシステムだと思ってますし。それプラス今年は、まあ、さらにそれをベースにして、まあ、いろんなことにチャレンジできていけば、もっともっとチームが強くなると思いますし、まとまりも出てくるな。僕の中ではチャレンジの年なのかなというふうに、まあ、ロシア人が、こう増えてくる中で、各チームを補強している中で、ここでいい結果出せれば自信にもなりますし、大いにいろんなことチャレンジして、いい結果を残していきたいなと。先シーズンの後半ぐらいから本当にこのシステムやってて楽しめてる自分がいたので、まあ、それを引き続きスタートからやっていけば今年必ずいいスタート出し切れると思うので、そこを意識して監督コーチのシステムをそれを見て戦っていきたいと思います。今年は今この怪我の状態なので、まあ、リハビリとトレーニングをしっかり積んで
早くチームに戻れればなと思います。去年守り少しの部分がちょっと足らなかった、フォワードは足らなかったので、みんなで守ってみんなで攻めるっていうことをチームに浸透させていけば勝率も上がってくるのかなと思うので、みんなでそこを頑張っていきたいと思います。本当にチームが勝てるように、優勝できるように、全然目立たないところでしたり、ポイントつかないところでしたり、僕の持ち味はアグレッシブな守りだったりシュート力だったり体を張る部分だと思うので、失点を絶対昨シーズンより減らせるように、そしてそれが勝ちにつながればいいかなと思います。 Of course I want to have my teammates on the ice and like I said before of course give myself to the team and